はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、先週ですね、僕はこんな感じのツイートしました。一本ですねラジオ動画作りたいんですけど、何かいいネタありますかと。まあこのツイートに対してですね、いくつかリプライをいただきましたので、今回はねそのリプライを一つ一つ振り返ってね、見ていきたいなと、そして答えていきたいなと思います。ではですね、まずはじめにですね、吉文さんからいただきました。ありがとうございます。性癖と、彼はですねこれも何を思ってこのリプしたんでしょうね。まあこのリプを送られた人の気持ちを考えたことがあるのかどうかと。まあ人の気持ちをね、まあ吉文さんは普段からそうなんですけど、持つことから始めた方がいいですね。ちなみに着衣が好きです。次、環境表で早せえとずっと思ってましたと。まず敬語使えと、甲賀は環境表はね、この前動画で作ったんで、ぜひ見てくださいということですね。まあ概要欄に貼っておきます。で、一応まあどういう風な感じだったのかっていうと、まあその環境表をね、バーンと声出しながら少し話していきたいなと思うんですけど、まあこの環境表についていくつかご意見もいただいたんですよ。で、そこでちょっと答えていきたいなと思うんですが、まず大会でね、分布が少なめのテーマ、これは割愛しました。まあそれでいくと、例えば05期クリストロンとかかな、あの辺とかは割愛しました。ただこれ弱いっていうよりも、単純にまあ分布が少なくなったっていうことと、まあ明らかにティア1かって言われるかっていうと、そうじゃないから、まあ割愛しないとさ、どんどん環境表が大きくなっていくから、テーマが多くて、だったら月光どうなんだとか、サイバーどうなんだとか、もうそれこそいっぱい出てくるんですよね。だからもう今回思い切ってパンってね、切っちゃって、で短いっていうか、まあコンパクトにまとめた、環境表にさせていただきました。であとは相性ですね、これはデッキの採用カードで変わります。なんで参考程度にしてほしいなと思います。例えばからくり目線でいくと、清掃とかが少ない構築だったらネオスが苦手なんですよ。だからそういう構築だったらここに罰になるし、逆に清掃とかいっぱい入れるとここが得意に変わったりとかもすると思うんですよね。なんでまあネオスに対してとかっていう、まあそういう風にカードでね、変わってくるところがあるので、あくまでも参考程度にしてほしいなと思います。で、プラス、まあ、これ、動画でも言ってるんですけど、個人のめちゃくちゃ主観なんで、まあ、話半分にね、聞いてみてほしいな、っていうふうには思います。あと、からくりティア1にしたんですけど、まあ、結構これね、否定的な意見が多くて、まあ、わかるわ、気持ちはっていう。まあ個人的にはティア1かティア2か、どっちかぐらいかな、っていうふうには思ってたんですけど、まあ、今週の大会の結果とか見てみると、優勝とか準優勝とか、からくりめちゃくちゃしてるんですよ。なんで評価としては適切だったかなと思います。まあそれこんな感じかな、環境表については。で次バサラさんですね、ありがとうございます。KC 直前スペシャル、環境予想、最新環境考察、 KCGT 決勝トーナメント舞台裏っていう、まあこの3本立てなんですけれども、まあ個人的にこれ1と2はほぼ一緒なんじゃないかなと思います。まあでも一つずつちょっと答えていこうかなと思います。まず、KC 直前スペシャルですね。これは、まあこの前の、ってか、環境表通りなんですけど、ティア1とかティア2のテーマが多いと思います。まあなんか5個ぐらいテーマを上げてると思うんですよ。カラクリ、ウィッチクラフト、ネオス、エレメントセーバー、ブラックフェザーかな。まあこの辺は多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからあの表めっちゃよくできてると思います。信じるも信じないも皆様次第といったところですね。で最新の環境考察としては、まあ、からくりが強いっていうことが割と浸透してきたんじゃないかなと思います。なんで KC カップではその分からくりが対策されると思います。まあ俺も結構からくりを割と使う気だったんですけど、まあそれだったらここね隠蔽してた方が多分良かったんだけどまあ今からくりの対策が結構割と練られ始めてるかなと思います。なんでまあここを、この今の環境の答えを誰が見つけるかかなと。まあ、その上で、からくりがそのメタを踏み越えるのか、それとも別のテーマが台頭するのか、っていうところは見ものかなと思ってます。まあ、個人的に一番柔軟に動けるのはネオスだと思います。まあ、カードパワーも高いし、できること多いし、みたいなところかなと思います。で、あと、KCGT 舞台裏ですって。あ、これちょっと見えてなかったな。よいしょ、こんな感じか。KCGT 決勝トーナメント舞台裏ってやつですね。これに関してはコンプラのこととかもあるのであまり話すことはできないんですけど、まあスタッフさんもね、南雲さんも篠宮さんもすごくいい人で、まあ結果なんか緊張もせず気楽にできたかなと思ってます。まあどれぐらい気楽にできたかっていうと、まあ楽屋でお弁当いっぱい出たんですよ。まあそれ2つ食べて
食うなよな本番前に。そんなにお腹いっぱいになったら眠くなるっちゅうにな。で、食べた後に一つホテルに持ち帰ったくらい割とズーズーしくリラックスはしちゃったかなと思います。ね、銀座をね、楽屋の弁当を片手に持って歩くやつみたいな。やばいよね、不審者っていうね。では次ですね、 KC カップで、高順位を取るためにはっていう、2代目さんありがとうございます。これも別動画で話しているのでそちらをぜひ見てほしいなと思います。概要欄に貼っておきます。で、プラスで一つ大切なこととしては、まあ自分のデッキの自己率を事前に知っておくことじゃないかなとは思います。まあそうすると例えば連続して起きた手札事故とかあるじゃないですか。まあそういうのが下振れによるものかどうかっていうと結構見極められると思うんですよね。で、下振れなんだったら気持ちを切り替えていけばいいしね、お風呂とか入って。で、あとそれが通常の確率なんだったらそもそもそれ割り切るんじゃなくてデッキを見直した方が多分それいいんですよ。で、その判断を正確にすることで結構メンタルは安定してデュエルができると思うし、まあ適切な判断下しやすいと思うから、まあ俺は事前に自己率とかっていうのは出せるもんだから面倒だと思うけどやっておくのがいいと思います。で、次ですね、過去の KC シリーズ化お願いします。わかりました、またやります。はい。ちょっと今 KC 前だから練習します。で、次、ジャックジャックさん、リンクス YouTube 界について、注目してるリンクス YouTuber、まあ、ちょっとなんか身内ネタ感出るかなと思ったけど、まあ、全部答えるって言ったし答えようかなと思ってて、まあ、個人的に面白いと思ってるのは最近だったらネオさんとかは好きですね、知ってる人は知ってるという。あとはまあバヘモッツのみんなとはね切磋琢磨して頑張っていきたいなと思ってます。まあ個人的には編集しているサムライくんがもうちょっとなんか伸びてほしい。頑張れっていう感じですね。次、いいヒーローサラリーマンさん、エクシーズ登場で復活するテーマ、死ぬテーマについて、これは来てから考えようかなと思ってます。では次、超武田さん、汎用罠で、各環境デッキのどこを妨害すればいいか聞きたいですと。あ、まあそれはね一つの動画にした方が良さそうなんで多分作ってみた方がいいかなと思います。で、需要的にも多分 KC 前に作った方がいいと思うから急ぎたいと思います。で、次、KCGT 優勝ザイドさんの、強さの秘密について、まあザイドの強さについては遊戯王が好きなところなのかなと思います。割と結構どの配信とかに行ってもザイドとかエドゥとかっていうのはよく名前見るし、あの観客としてねいるしっていうことですね。なんでそれだけいっぱい試合見てると思うし、そういう人たちと情報交換とかもしてると思うんですよ。なんでこれはどうなのかな、賛否両論あるかもしれないんですけど、やっぱ強い人ってその強い人同士でやっぱつるんだりとかするじゃないですか。で、そこで意見交換とかするじゃないですか。まあこれは賛否両論あると思うし、まあいい面もあるし悪い面もあると思うんですよ。まあ悪い面はやっぱ閉鎖的だから良くないと思う。その他の新規に参入してる人たちが上に上がりづらくなったりとかもするからさ、そこで情報が封鎖されてしまうと、まあだからこそあの僕の YouTube とか見てくれると割とその辺の情報を結構流してるんで。いいんちゃうかなと思うんですけどね。まあからくりに関してもその強い弱いの前にとりあえずなんか周りの人たちに一応確認はしてるからね、からくり強いよねって、強いよって、まあそういう情報とか結構流してるから割と俺そんな嘘の情報流さないから信じてもらってもいいんじゃないかなと思います。で、あとはそうだな、いい面としてはやっぱりさ、その同じような視点を持ってる人同士で話した方が適切な回答とかって出てきやすかったりとかすると思うんですよ。例えばそのネオス対ウィッチクラフトってもうこんなんウィッチクラフトめちゃくちゃ有利なんですよ。それはあのウィッチクラフトで罠の踏み越え方とかが分かってる人からしたらそうなんですよね。でも因果切断しんどいですとかっていう風などうしたらいいですかって言ってる人とその話をすると、だってその人目線はネオスがしんどいと思ってるわけじゃないですか。だからある程度上手い人同士で話すことによってより議論が深まっていくっていう面もあるから、まあその閉鎖的な側面はあるにしろ俺はそれはいいとは思ってるんですよね。まあそれをなんか伝える人が必要かなと思うから、まあ俺は発信してるんですけど、まあそんな感じで、長くなっちゃったんですけど、まあ、ザイドが好きなのは遊戯王が好きだから、もういろいろその試合とかも見てるし自分で調整したりもするしっていう、そのまあインプットアウトプットどちらも練習量があるっていうところがまあ一つと、まあそういうコミュニティとか、そういうつながりとかっていう友達の存在とかっていう、まあこの二つの面がでかいんじゃないかなと思います。
まあ、最後のこの2つ目に関しては在度に限らずそのよく結果を継続して出してる人、まあ、みんな共通して言えるところなのかなとは思うんですけどね。じゃあちょっと長くなったんですけど次いきますか。対面理解の練習方法の動画が欲しいですと。これねちょっと抽象的で僕意図があんまよく分かってないんですよ。でもまあざっくりと答えると試合の生放送とかそういうのとか見るのがいいんじゃないかなと思います。割とねそれアーカイブとかで倍速とかで YouTube とかだったらできるからそれで見るのがおすすめだと思います。やっぱねそのインプットは大事だと思うんですよ。もし上手くなるならねガチるっていう目線でいくんだったらそのどれだけまあ自分で数こなすのももちろんインプットだし、他の人がやってるのを見るのもインプットだしっていう。でも自分だけだったら視野が狭くなるから他の人の動画見てやってるプレイしてる模様を見てで学んでいくっていうのは大事だと思うんですよ。だからまあ普通のデッキ紹介もいいんだけど生放送の方が俺はいいんじゃないかなと思ったりはしますね。そんな感じです。で次はですね個人的にカードの背景、ストーリーの話とか好きなんですけど、汎用カードの使い方とかどうですかね。例えばこのデッキにはこのカードですとか、ワルキューレのデッキ作ってる時の話など聞いてて面白かったので。あーなるほど、これってデッキ作る時の小話とかですかね。例えばこのカード採用したのはこういう理由でとか。あ、これね需要がありそうなんだったらやりたいですね。これまあ一回なんか動画を作って再生数とかそういうの見てみようかなと思います。で良さそうだったらなんかシリーズ化してもいいかなと思います。でもまあできる限りそういう話とかは聞いてもらえたら生放送とかでも拾ってやっていきたいなとは思います。では次ですね、これからのデュエルリンクスの予想を望むコートなんていかがでしょうか。すごく気になりますと。あーまあデュエルリンクスに望むことだとすると、まあ、新規参入のハードルを下げてほしいなっていうのは思います。まあ、これは結構リンクスだけじゃなくてどのカードゲームも同じように抱えている問題かもしれないんですけど、そのカードプールが増えてきたりとかすると新規参入が難しくなってくるじゃないですか。で、まあ、このスターターボックスを例えば買えば今の環境ついていけるよみたいなのを定期的に出してもらえれば多少高くても大人は買うと思うんですよね。まあ、例えばそのリンクスの上の人がちょっとこの辺は知らんけど、例えばターゲット層を 20-30 代とかにしてるんであれば、まあそういうスターターボックス別になんか 5-6 千円ぐらいとか例えば仮にしたとしても、まあじゃあ今から1から始めますっていう人からしたら 5-6 千円でアプリ開始できるんだったら結構やってくれるんじゃないかなとも俺は思ったりします。まああくまで俺の価値観なんですけどね。まあ 5-6 千円とかじゃなかったとしてもまあなんぼでもいいですわ。とりあえずそういうスターターボックス的なやつがまあ今圧倒的に少ないかなと思います。まあその特設コーナーで底なしとかカナディアとか小伝いとかがバラ売りされてて、あの辺は割と充実してきてるかなと思うんですよ。まあ欲を言うのであればあれを1個じゃなくて3個買えるようにしてもらえれば、まあもっとみんなは入りやすいのかなと思います。そのスターターボックスっていうアプローチじゃなかったとしてもね。まあ実際コズミックサイクロンとかさ、底なしとかカナディアとかさ、よって強いじゃないですか、今の環境でも。でとりあえず始めるってなった時に防御系のデッキ組みたいなーってなった時に防御札が足りないっていう、まあワナビートですね、いわゆる、そういうのが足りないってこととかよくあると思うんで、まあその時に底なしとかがやっぱ3枚あるのと1枚しかないのとだったら組みやすさのハードル全然変わるからさ、まあ特設コーナーのやつなんか3回まで買えるようにしてくれたら神様なのになって思います。はい、難しいかもしれないですけどね、これは。では最後いきましょう。ツツさんの好きなテーマトップ3とその理由。ちょっと待ってね、なんだトップ3か。まあ思い出深いテーマ好きっすね。まあ OK。まず第3位はアマゾネスですかね、やっぱり。これはこれアマゾネスはなんでかっていうと、僕は2020年もあれを世界大会出たっていうことにするんであればまあそうだけど、2019年と18年も出てるんですよ。で18年はその最終的なその日本代表決定戦で2位になったのがアマゾネスデッキなんですよね。まああの時の僕のアマゾネスデッキっていうのはマジックリフレクターっていう、当時採用全然されてなかったカード1枚だけ採用するっていう、まあそれでヒーローと魔導をメタルっていうね、ちょっと変わった構築にしてたやつなんですけど、それで俺すごかったよね、その時勝率多分 70% ぐらい出てたもんね。
試合数も170戦ぐらいとかやったんじゃないかな。あの時はすごい無双してた。まあそれぐらいそのアマゾネスは当時強いんかっていうと、まあちょっとそこまで評価高くなかったんですよ。でももうこれ今リフレクター入れたら環境に刺さるんじゃねって思ったからさ、入れたらいい感じにうまくいったから、まあそういう意味でもアマゾネスっていうのは1回世界大会にその時に行ったから、まあその時点で思い出深いでしょ。で2回目は2月の KC かな、2019年のあの時にその最初アマゾネス使ってポイントしっかり持って、まあ最終的なに使ったのはセリブバンプっていうバンパイアデッキだったんですけど、まあアマゾネスでしっかりその上位争いに食い込むことができてたんですよ。であれアマゾネスがなかったら結構沼ってたから大変だったんですよね。そういう意味でまあ2回目の世界大会、出れるようなきっかけを作ってくれたっていう意味でアマゾネスはまあ思い出深いかなとは思います。で第2位はまあクリストロンかな。クリストロンは世界大会に僕が2019年出るってなった時に、まあ、初めて自分でメインあのギミックを完成させたのが海水晶なんですよ。あれその時までシーステとかで確か使われてなかったと思うんですよね。でその時にその自分で一から考えた、海水晶海クリストロンデッキが今じゃテンプレとして使われるっていう風になったっていう、まあ多分僕が遊戯をやってるこの今遊戯のキャリア、まあ唯一なのかな、わかんないけど、唯一そういう風なもう新しいギミックをその定番化させたみたいなデッキだったから、まあ自分の代名詞みたいな感じのデッキだから、そういう意味でクリストロンは思い出深いかなと思います。でトップ1に関して第1位はね、まあカラクリかな。カラクリ、これまあ今旬っていうこともある、今ハマってるテーマっていうのもあるんですよ。もちろんそれがあるから多分来年ぐらいに聞いたらカラクリじゃないと思うわ。でも今はカラクリ、まあこれはまあ元々俺ってカラクリが好きだったんですよ。で非公式大会のリーグ戦、まあクラウンオーズっていうのがあるんですけど、それのチームとして初めての決勝に進んだ時に、その時に僕はその古代とか古秋とかの時代の時にさ、カラクリを使ったんですよ、恐竜とかの時代の時に。でまあ当時誰も使ってなかったんだけど、まあそれでも俺はカラクリが好きだし、カラクリが強いと思ったから使ったんだよね。でそのなんて言うだろう、昔から好きなテーマだったやつが今の環境で強化もらってもう一回再び輝き出してて、で回してて楽しいっていうのがあるから、まあそういう意味でいくと僕は、まあ、今旬だしでカラクリが一番好きかなとは思います。はい、ではそんな感じです。ラジオ動画以上になります。ちょっとねそのラジオ動画に関してもまあもっと増やしていきたいなとも思ってて、まあその普段いただいてる動画のコメントとかさ、なかなか返す時間とかがまとまって取れなくて、だからそれを見て返したりだとか、あと生放送中に拾えなかったコメントとかもね拾っていくみたいな感じでやっていきたいなとも思ってます。なんでまあラジオ動画ね良かったよっていう人いたら、ぜひぜひ高評価の方していただけると嬉しいです。であとはチャンネル登録もねしていただけるとすごく喜ぶので、よろしくお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。